兄ちゃん、白銀重工に電話するの？じゃあ、今からかけるね。あ、もしもし、パエトーンだけど。ああ、お二人か。どうもお世話になっている。わざわざ電話してもらってすまないな。今すぐ依頼の詳細を説明する。今回探してほしいのは、我が社が独自開発した3型ホロー用パイルドライバーだ。行方不明になる前は他の2台と同じようにホローの中で真面目に働いてくれてた。グレースによると、あいつは前からホローの悪路に強く、移動速度も他の重機より速かったらしい。そのせいかホローの深部まで逃げ込んでしまったみたいで、探すのに苦労したんだ。待たせて悪かった。だがいい知らせもある。信号の位置を見る限り、あいつは発見された場所から微動だにしないんだ。今データを転送する。見た感じパイルドライバーはどっかで止まってるみたいだね。移動されちゃう前にそこに一番近い入り口からホローに入ろっか。フェアリーできるよね？工程、目標ホロー内のルートを生成中。ルート策定が完了しました。お兄ちゃん、パパッと行ってパパッと解決しちゃおう。私はあくまで鉄道か。あたり前のホローより随分さびれてねえか。エーテル濃度もバカに高えしよ。ホローと化してもう何年も経つからな。それにここはただ危険な場所というだけじゃなく、キュートにも近いんだ。長いするとろくな目に合わないだろう。
早めにパイルドライバーを見つけよう。プロ騎士の話だとパイルドライバーはすぐ前にいんだろ。そんなに時間はかからねえはずだ。安藤、あまり楽に構えすぎるのも危険だぞ。前に見つけたデモリッシャーとデュアルショベルはどちらも性格が大きく変わっていた。グレースもまだその原因を突き止められてないんだ。性格が変わったところで我が社の知能機械だぜ。何か起こったところでたかが知れてるってもんだ。だろ？ほら、行くぞ。依頼目標の位置を特定、回収に向かってください。チェー、ドッタンバッタンしやがって。迂回しながら近づくしかねえ。そっとだぞ。わかった、俺はしゃがんでいくよ。重機の油圧衝撃機構がエネルギー充填体制に入りました。推測、地面に対してパイルドライバーを使用するものと思われます。墜落の最中に舌を噛まないよう口をしっかり閉じてください。危ない、空間の裂け目に落ちちゃうよ。みんな無事か？俺は大丈夫だ。早いところ戻らないとな。しといてください。
逃がさねえからな。警告、目標重機の油圧衝撃機構がエネルギー充填体制に入りました。推測、地面に対してパイルドライバーを、おや、先ほども同じようなことを申し上げましたね。スターライトナイトに同じ技は二度通用しないと言いますが、残念ながら皆様は聖なる光の騎士ではありません。何度も小賢しい真似を。こんくらいで俺が諦めるとでも思ってんのか。安藤、そういうのは奴の前で言ったらどうだ。任しといてください。これを受けてみろ。逃げんな。任せたぞ社長。この高さなら。見てろよ、捕まえたら絶対バラしてやる。おちびちゃん、お姉さんの趣味を理解してくれて嬉しいよ。前方に廃棄された建築物群、対象はもう逃げられません。マスター、見事ターゲットの重機を追い詰めましたね。これまでの報復として対象を口汚く罵りますか。次の中からご希望のスタイルをお選びください。悪質、下品、変態、18の基地言語で
代わる代わる流すことも可能です。いたぞ。三型ホロー用工業パイルドライバー、フライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。もう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやら。突っ込んでくれ。に逃げた。ボサッとすんな。すぐ追うぞ。ふう、なんとか追い詰めたぞ。早く制圧すんぞ。今度は逃がさねえ。俺の後ろに。こっちだ。そーら、バード。耐える。お。手伝うぞ。はっ。エルコは育つっすよ。ねえ。よー、バード。やっと。うん。はっ。おっと。よ、交代だ。ご安全に。消えろ。チャンスだ。気緩めんなよ。援護する。ベン、あたしが変わる。見てろよ。俺の後ろに。止めらんねえよ。現場を片付けるぞ。消えろ。諦めろフライデー、もう逃げ場はねえぞ。こいつさっきから一言も喋らねえが、言語モジュールがぶっ壊れてんじゃねえだろうな。それはねえな。明らかにうちらの言葉を理解してやがる。おい、もう小芝居はやめろ。お互い腹を割って話そうぜ。逃走した3台の重機のうち1台は自己実現にお熱な堅物、もう1台は恋する乙女で、お前は何者だ。何が目的だ。なんだよ、お前にも何かしらあんだろ、妙なキャラ付けが。無礼者。はあ、キャラだと。少子千万、凡俗のとごときが無礼にも口を挟み我が使命を阻むとは。我こそは明朝の断罪者。我が死の命を受けこの地の封印を固めに参ったのだ。聞かよ。明星の断罪者、おまけに封印だ。
なるほどな。こういうの中二病って言うんだろ。妄想も大概にしろってんだ。フォローの中を走り回ったら危ねえだろうが。お主らこそ、かようなザレ言を。封印がひとたび破れた暁には、この地に破滅が訪れるのだぞ。いたしがたなし。ここは問答無用で突破するのみ。おい、待ちやがれ。我が師匠、今馳せ参じます。かわされた。ベン、奴を止めろ。できることなら穏便に解決したかったんだが。悪く思うなよ。よくやった、ベン。グレース、今だ。はいはい、任せて。お姉さん、想像力が豊かな子は嫌いじゃないよ。でも、続きは帰ってからにしよっか。よさぬか。封印が危ういというのに何故我を阻むのだ。待て、話せばわかるって。だからやめてくれ。ち、普通に喋れるじゃねえか。聞いてくれ、嘘はついてないんだって。本当に我が師ホルスの声が聞こえたんだ。彼の期待に背くわけにはいかないんだよ。どういうことだ。なんでそいつの名前が出てきやがる。その名前を最後に聞いたのはいつだったっけな。ホルス・ベロボーグ、白銀重工の先代社長、私の親父だ。クレタ、見てくれ。この前ダディが話した白銀重工独自開発の知能重工業機械だぞ。これがプロトタイプ？いつになったら完成するの？完成させるにはね、お金をたくさんかけないといけないんだ。ダディの会社にはまだ十分なお金がないし、立派な機械を作れるような生産ラインもない。だが心配ない。絶対に我が娘をダディの知能重機に乗せてみせる。こいつはただの機械じゃない。ダディの作った心臓が入ってる。危険なフォローで働ける上に、クレタの言葉もわかるんだぞ。わあ。クレタ、さあ、名前をつけてくれ。名前を呼べば、きっとクレタの願いに応えてくれる。ダディ、ダ
は一緒に遊ぼうって約束したのに。クレタ、すまない、ダディは今忙しいんだ。新しいプロジェクトの競争入札、プロトタイプの外注費、パイオニア記念広場の完了検査。少し待っていてくれ、すぐに終わる。本当だ。なんだ、ダディの嘘つき。なんだって？ホルスさん、分かっていらっしゃいますよね。ここはお互いのためにも。ダディ、見て見ぬふりをしろとでも言うのか。ふざけるな、はっきり言え。あの中には一体何が。おい、答えろ。ダディ、どこに行くの？一人でお留守番なんてやだよ。私も一緒に行く。な、クレタ、わがままを言うんじゃない。ダディは大事な用事で出かけるんだ。おとなしく家でお留守番してくれ。すぐ帰ってくる。ダディとの約束だ。そうしてあいつは私の前から姿を消した。あの嘘つき。社長、社長。あ、呼んだか、ペン。ああ、依頼が完了したからプロキシさんがボンプを回収しに来た。ちょっとしたハプニングもあったが、行方不明になった知能重機は3台とも見つかった。これで白儀重工として依頼したことは完了だ。お前らのおかげでうちらは土壇場を乗り切れた。パエトン、力を貸してくれてありがとな。今グレースが3台とも点検してる。あいつほどの腕があればすぐに原因がわかるはずだ。なんだよ、何か言いたげだな。実はもう一つ疑問に思っていることがあるんだ。パイルドライバーが言っていたホルスって、おっと、もうこんな時間か。社長、早いところ依頼料の入金手続きを済ませないと明日までに振り込めないぞ。ベン、大丈夫だ。
そんな風に気を使わなくていい。今ここで答えなかったところでネットで調べりゃすぐに出てくるようなことだ。それにプロ騎士の兄弟はうちらの恩人で信頼できるダチだ。はぐらかす必要ねえよ。プロ騎士、安藤がゲストで出たテレビ番組を覚えてるか？あの時司会者が数年前にどこぞの社長が大金を持ち逃げしたって言ってたろ。あれをしでかしたのは当時の白銀重工社長のホルス。フルネームはホルス・ベロボーグ。つまり私の親父だ。キュート陥落前日の夜、白銀重工の口座から大金がごっそりなくなったんだ。それと時を同じくしてあいつは飛んだ。治安局の調査による結論はこうだ。白銀重工の経営悪化並びに当時請け負っていた記念広場の完成が間に合わないことを恐れ、ホルスは経費を持ち逃げし姿をくらました。あいつの後先考えねえ行動のせいで白銀重工はどん底に突き落とされた。残されたうちらはその辛い時期を乗り越えてここまで這い上がってきたんだ。ごめん、嫌なことを思い出させて。気にすんな。私はとっくにホルス・ベロボーグを親父だとは思ってねえよ。今の白銀重工だってあんな無責任なやつとは何の関係もねえ。待つんだクレタ、自分の父親に対してそんな言い方はないよ。当時会社の口座からお金がなくなったのは事実だけど、それがホルスさんの仕業だと証明できる人はいないじゃないか。治安局が言うところの調査結果も持ち逃げ説も最初から彼らの存在な推測に過ぎない。父親の不在で君が辛い思いをしたのは分かるし、治安局に良くない印象を植え付けられたのも仕方のないこととはいえ、ホルスさんをそこまで恨む必要はないじゃないか。それにあの人が失踪した時君はまだ幼かった。彼と過ごした時間も多くはないんだから分からなくても無理はないさ。私たちにとってホルスさんがどれだけすごい人だったかを。分かってねえのはお前の方だろ。ああそのなんだ、プロ騎士さんにホルスって名前の説明ができればいいわけで、そこまで踏み込んだ話はしなくてもいいんじゃないか。そうだグレイス、安藤と一緒に知能重機たちを点検してたはずだろ。それを放り出して一体何しに来たんだ。あの子たちが逃走した原因について目星がついたって知らせに来たんだ。本当か？それはよかった。三台とも論理コアをチェックして分かったよ。あの子たちは逃走する前にホローの深部から同一の信号を受信していたんだ。その信号の識別コードはうちの会社の知能機械とフォーマットが同じだった。そこから解析できた文字列は BLG プロトタイプ。そうだよクレタ、信じがたいことだけどこの信号はどう考えても
プロトタイプから送られたものさ。プロトタイプってなんだ？先代社長が失踪する前に白銀重工が開発していた最初の知能機械だ。当時我が社の生産ラインは他に遅れを取っていて、自分たちで開発できたのは核となるパーツだけだったんだ。あとは全部図面通りに製造するよう外注せざるを得なかった。だが惜しいかな。完成してあとは支払いだけというところで急と陥落事件が起きてしまった。外注先はホロー災害に巻き込まれて消滅し、プロトタイプも行方不明になったはずだったが。プロトタイプは消えてなんていなかった。しかも未だに一部の機能は生きている。おちびちゃん、これから君が嫌がるような話をするよ。あの人とはもう関わりたくないだろうけど、プロトタイプも立派な会社の資産だ。あそこに搭載されている論理コアにも多大な価値がある。君はどうしてプロトタイプを探す？それともそんなものは初めからなかったことにする？社長、頭冷やしてください。てめえもだグレース、何も今日中に結論を出すことはねえ。どんな強靭なパーツにだって金属疲労ってのがあんだ。フォローを走り回った人間なら言うまでもね。たっぷり休んどかねえとな。ああ、安藤の言う通りだ。こんなに遅くまで付き合ってくれたんだから、プロ騎士さんも疲れたろう。今日のところは一旦帰って休んでもらうのがいい。フォローに行ってプロトタイプを探すと決めたら必ずまた連絡する。その時はもう一度力を貸してほしい。
プロ騎士、わざわざ来てくれて礼を言う。白義重工は本腰を入れてプロトタイプの創作をすることに決めた。簡単なことじゃなかったと思うけど、決心がついたみたいでよかった。ああ、プロトタイプには会社の重要技術が詰まってる。社長としてあれを放っておくような真似はできねえ。とはいえ、あいつを探すのはグレースの専門だ。詳しい話はあいつとしてくれ。悪いが、私は用がある。社長待ってくれ。クレタ、うつむいたまま行っちゃったな。グレースさんとのわだかまりはまだ解けてないみたいだ。心配すんな、ベン。うちの社長は一度決めたことを後から後悔するような玉じゃねえ。その通り。おちびちゃんが決断してくれたならそれだけで十分さ。ここからは私が何とかしてみせる。はあ、プロ騎士、早速だけど、まずはこの前脱走した知能重機の話から始めよっか。あの子たちを隅々まで点検したけど、ロンリコアの故障はおろか、エーテルに侵食された様子さえなかった。あの子たちを変えたのはプロトタイプからの信号だったの。詳しい原理は省くけど、結論から言うと、あの子たちの論理コアの性能が底上げされたんだよ。つまりだね、プロトタイプとの交流をきっかけに子供たちはさらに賢くなったということさ。でも3台のうちプロトタイプからは明確なメッセージを受けたのはパイルドライバーのフライデーだけだった。あの子がずっと言っていた封印を固めるっていうのがまさにそのことだよ。封印を固めるってどういう意味？というか、単なる中二病の妄想じゃなかったんだね。残念ながらあの子は最後までうまく言葉にすることができなかったけど、どうやらプロトタイプは他の知能機械に助けに来てほしかったみたい。プロトタイプが送信したデータを調べてみたところ、最初に受信したのはパイルドライバーだった。そのメッセージ量も3台の中では一番多かったよ。他の2台は受信した量も少ない上に、内容自体もところどころ途切れていた。それにあの子たちが逃走した後、会社の他の知能機械はプロトタイプからの連絡を一切受けていない。つまりこれらを総合すると、プロトタイプの通信モジュールにはもう自主的に他の設備と通信するだけの力がない可能性が大きいな。そう、おちびちゃんもきっとそれに気づいてる。だからこそ早く決断しなかったことを後悔しているんだ。でもあの子が自分を責めるにはまだ早い。プロ騎士、うちの知能機械はメッセージを受信すると通信モジュールが自動的に1バイトのリプライ信号を返すようになっているんだ。この機能なら消耗が少ないから
まだ生きてるかもしれない。ということは、三代の子供たちにプロトタイプへ呼びかけてもらって、向こうが返してきた信号を追跡すれば、その位置を特定できる。プロ騎士、時間がない。フォローでのガイドや位置情報の分析は任せたよ。もしもし、お兄ちゃんたち聞こえる？みんなは今、新エリートとキュートの境目近くにあるホローの中にいるよ。このエリアは地下鉄改修プロジェクトの建設予定ルートの一部だよ。だけど立ち入りに関して治安局からは何の許可も下りてないから、そこは気をつけてね。なあベン、またこの場所に戻ってくる羽目になるとはな。なんだよ、ここら辺に来たことがあんのか。
旧都陥落前は開発途上の新エリアとしてそれなりに注目を浴びていたんだ。政府とトップスはここの建設に大金をつぎ込んでいたし、うちの会社もこの辺りでプロジェクトを手掛けていたことがあったな。それはさておき、早いところプロトタイプの捜索を始めよう。よし、今回は私が行動計画を説明するね。まず最初にパイルドライバー、デモリッシャー、デュアルショベルの3台をフォローの特定ポイントに送り込むの。それぞれが配置についたら、グレースさんが信号発信機を起動する。3台にはプロトタイプのリプライ信号を受信させて中継機の役目を果たしてもらうよ。3台が中継する信号の強度はそれぞれ異なるから、次は彼らの近くに適した場所を見つけて信号を分析する必要があるの。そうすればプロトタイプの具体的な座標が見つかるはずだよ。それと私たちが信号を分析し終わるまでプロトタイプとの通信は継続してなきゃダメだからね。グレースさんとパイルドライバーの持ち場はこの近くだから私が連れてくね。お兄ちゃんは他の人たちと一緒に後の2台を指定地点に連れてって。3台の力を借りてプロトタイプを探すぞ。パイルドライバーはグレースに、残りはうちらに任せろ。マスター、前方の通路が廃棄物で塞がっています。排除しない限りデモリッシャーまでたどり着けません。かしこまりました。依頼人のグレースに連絡中。通知、これよりHDD のバックグラウンドにてテスト用のバイナリメッセージを1画面分送信します。決してファイルドライバーに指図することを許可いただけなかったあなた様への悪口を暗号化したものではありません。ジョイに立ちはだかる障害を粉砕してご覧に入れよう。聞こえる。捜索を始めるよ。君にはみんなを適した場所まで誘導してもらう。外部からのインストールデータを検出。ファイルを展開。デプロイが完了しました。依頼人、グレースからの通信をつなげます。プロキシ、臨時の制御ツールを転送したよ。これを使って子供たちに進行方向を指示して。方向ボタンを押すとデモリッシャーを四方に動かせるんだ。私たちの目的はみんなを適した場所まで誘導し、捜索信号を発信してプロトタイプを探すことだよ。デモリッシャーを向かわせる場所の座標をアップロードしたからチェックして。そうそう、デモリッシャーは壁を破壊できるけど爆弾の処理はできないんだ。大事にしてあげてね。
要なデータをアップロードしたから、あとは頼んだよ。あの子は重たいから感圧で起爆させちゃうんだ。恐れに向かって重たいですって？ここで愛の信号を発信すればいいのね。ああ、普通の捜索信号でいいぞ。デュアルショベルのとこに行くぞ、プロキシー。臨時の制御ツールをデプロイしました。通信をつなげます。よくやったね、プロキシー。捜索信号に対するリプライが増えているよ。次はデュアルショベルに指示を出してあげて。やり方は同じさ。デモリッシャーと違ってデュアルショベルは爆弾を処理できる。その代わり壁は壊せないんだ。その点気をつけてね。気をつけて、デュアルショベルは壁を壊せない。何言うとんねん。男に不可能はないで。ハンス、いい子だから言うことを聞いて。よっしゃ、これで3台とも指定の位置に着いたぞ。グレースさん、聞こえる？今からプロトタイプに信号を送ろう。細かい操作は頼んだからね。はいはい、それじゃあ子供たち、あとは任せたよ。頑張って先輩に呼びかけるんだ。うん、デモリッシャーのところにリプライ信号が返ってきた。よしよし、3台ともプロトタイプからの信号を受信したよ。やったな。おい、どうしたグレース、そいつは何の音だ？大したことじゃないよ、エーテリアスが来ただけさ。
すぐに片付ける。発信機の高周波はプロトタイプだけじゃなく、エーテリアスにとっても刺激になるようだね。グレンスさん、待って。強いエーテル反応を示す個体が近づいてる。お供がパイルドライバーだけじゃかなわないよ。グレンス、発信は一旦止めろ。これ以上エーテリアスを刺激するのはまずい。お前はパイルドライバーと一緒にそこから離れるんだ。おちびちゃん、それはダメだよ。さっきプロキシも言ってたじゃないか。信号の分析が終わるまで通信は継続させなきゃダメだって。あたしは発信を止めろと言ったんだ。今そっちに向かってる。続きはうちらがエーテリアスを倒してからだ。クレタ、聞いて。確かにプロトタイプはリプライ信号を送ってきた。だけど変身の感覚は今この瞬間もどんどん遅くなっているのが現実さ。つまりプロトタイプの通信モジュールにはもう全てのメッセージに返事をする余力はないんだ。今止めたらもうチャンスはないかもしれない。プロトタイプの論理コアは白銀重工にとって大事なものだよ。私はそれを簡単に諦めるわけにはいかないさ。グレイス、バカなことすんな。諦めるとかそういう問題じゃねえだろ。お前一人じゃそんだけのエーテリアスには勝てっこねえ。プロトタイプがなくなったところでまた新しい技術を開発すりゃ。クレタ、この辺にしておこう。お客さんが来た。こいつらの相手をしながら君と言い争う余裕はない。おい待て、グレイス行くな。兄貴、クソ、どいつもこいつも自分勝手なこと言いやがって。プロキシ、今すぐ助けに戻るぞ。警告、危険度の高い敵個体を検出。敵個体はグレースの所在地へ急速に接近しています。まずいよ、早く助けに行かなきゃ。Yeah!
深部掘削、うん、不安全行動禁止。はいよ、私がやる。現場をうろうろするな。エーテリアスは全部やったぞ。グレイス、そっちは大丈夫か？安心して、プロトタイプとの通信はまだ続いて。誰が通信のことなんか聞いてんだ。私はお前が無事かどうかって聞いてんだよ。あいたクレタ、ジャンピングスマッシュなんてひどいじゃないか。ぶたれて当然だろ。なんで社長の命令を無視して突っ走った。おまけにこっちとの通話は一方的に切りやがって。いくらお前がイカれた機械オタクだからって限度ってもんがあるだろ。会社のためだなんだとほざいてたが、プロトタイプを見つけたところでもしお前に何かあったら意味ねえだろ。お前以外の誰に研究開発が務まんだよ。待って、おちびちゃん、これには理由が。んなもん聞きたくねえ。クレタ、一回落ち着いてくれ。一方的に通信を切ったことは確かに賛同しかねるけれど、グレースさんだって考えなしに動いていたわけじゃないんだ。状況はモニタリングしていた。エーテリアスと戦っている間もグレースさんはずっと冷静だったよ。捜索が失敗に終わらなかったのもそのおかげだ。説明できる状況ではなかったというだけで、あの場を切り抜けられる自信があったんじゃないかな。そうだったのか。悪い、つい聞きたくねえとか言っちまって。ごめん、心配させてしまったね。ふん、もう終わったことだからな。お前が無事だったならそれで十分だ。お互いのことをこんなに大事に思っているんだ。普段からもっと素直になったらどうかな。うん、プロ騎士、プロトタイプ探しもそろそろ次の段階に移るんだろ。行くぞ。グレースが死ぬ気で通信をつないだんだ。絶対にプロトタイプを見つけてやる。捜索データは十分集まったよ。プロトタイプの位置特定に取り掛かろう。アルゴリズムを最適化中。捜索対象の位置を確認。ここが信号を増幅させるのに一番適してる場所だよ。ちょっと待ってて、私とフェアリーがすぐにプロトタイプの位置を割り出すから。座標計算中。プロトタイプの位置を取得。現場の見取り図を生成しました。追伸、フォロー内部に作動中のカメラや録画機器がないため、この見取り図は
座標位置と過去の街道カメラの画像をもとに生成しました。お兄ちゃん、フェイリーが出力した見取り図も一緒に送るね。早速届いたよ。どれどれ。解像度が低いな。せいぜい変な形のタワーがぼんやりと見えるくらいで。あ、早速届いたよ。どれどれ。グレース、俺にも見せてくれないか。これは。どうしたベン、プロトタイプの位置に何か問題でもあんのか。社長、当時先代が失踪する前に白銀重工は新しい地区開発プロジェクトを請け負っていた。それがパイオニア記念広場の施工だ。この見取り図にある建造物はタワーなんかじゃない。まさにあの記念広場の中央にあったモニュメントなんだ。なんだって？プロトタイプはあいつが途中で工事を投げた広場にいるだと？一体どういうことだ？それは俺にもわからない。今これを見て急に鳥肌が立ったんだ。プロトタイプがそこにいるのは先代が何か伝えようとしてるからだと思えて。そうだ、フライデーの野郎も言ってた。我が子ホルスの声が聞こえたと。ベン、アンド、お前ら考えすぎだっての。ファイルドライバーがあいつの名前を口にしたからなんだ。明星の断罪者とか封印を固めるだとかこざいてたようなやつだぞ。まあ、なんだってプロトタイプがそんなとこにいるのかは気になるな。とりあえず現場に行ってみようぜ。やっと見つけたぜ。モニュメントはすぐ目の前だ。ったく、この辺りは歩きづれったらねえぜ。足元気をつけろ。アンド、プロ騎士を機械に乗っけてやれ。グレース、ちゃっちゃと歩けよ。どうかしたのか？私？ううん、考え事をしてただけだよ。ならいい。もし怪我したのを黙ってたりしたらただじゃおかねえぞ。おやおや、おちびちゃん、仮にも姉貴にそんな口を聞いちゃっていいの？な、
さっき私のピンチだって時呼んでくれたよね、姉貴って。懐かしいな、君が我が社のトップになってからというもの、すっかり呼んでくれなくなっちゃったもんね。はっ、別に意識したことはねえが、あん時はとっさに出せる言葉がそれしかなかったのかもな。お前んとこに厄介なエーテリアスが迫ってると聞いた時、私は一瞬頭が真っ白になって一つのことしか考えられなくなった。これ以上家族を失ってたまるかって。お前は白銀重工の将来のために一人で危険に立ち向かった。それなのに社長の私は何もできなくて。やっぱ次にそんなことを言ったら怒るよ、おちびちゃん。君はこれまで必死で頑張ってきた。私はそれを誰よりも知ってる。お前は白銀重工の将来のために一人で危険に立ち向かった。それなのに社長の私は何もできなくて。やっぱり。大体君はまだ育ち盛りだってのに、朝から晩まで働きすぎなのさ。人間の体は機械じゃないんだよ。この私が言うんだから、よっぽどのことだと思ってほしいな。技術には興味ないってふりをしときながら、引き出しが何度も読み返してボロボロの論文で溢れてるのも知ってるよ。確かに私の論文は傑作だけど、普通君くらいの女の子はまだ漫画とかそういうものを読む年頃だろ。そんな君に比べたら私の方こそ幹部失格さ。白銀重工のためだと口にしながら、本当はホルスさんの遺産を見つけたいだけなのかもしれない。プロトタイプをその目で見ればホルスさんがどんなに素晴らしい人か、きっと君も分かってくれると思い込んでたんだ。あんなに素晴らしい人が実の娘に認めてもらえないままだなんて、そんなの悲しすぎるからね。姉貴。でも分かってないのは私の方だと言われた時、遅まきながら気がついたんだ。クレタ、ホルスさんについて今までずっと隠してたことがあるんだね。私は実は親父が飛んだ夜、あいつが家を出てくのをこの目で見たんだ。夜中にリビングから電話する声がして、私は目が覚めた。なんだろうと思って部屋から出てみると、あいつが何かでパンパンのカバンを手に何も言わず家を出ようとしてたとこだったんだ。嫌な予感がした。私はあいつにしがみついて、こんな夜中にどこへ行くのか大声で問い詰めた。その時偶然カバンの中身が見えたんだ。大量の札束がな。後から知ったことだが、あれこそまさに白銀重工の帳簿から消えた金だったってわけだ。そんなことが。はっ、これが事実だ。そんなものを見た上に治安局の報告まで聞いちまったら、お前らみたいにあいつを信じ続けらんねえのも無理ないだろ。クレタ、君はずっと一人でそのことを抱えていたんだね。どうしてもっと早く言ってくれなかったんだい。みんなに話せば少しは楽になっただろうに。
さあな、みんなに話したら親父が本当に悪者になっちまう、そんな気がしたんだろうな。けどお前の言う通り、いくらか気持ちがマシになったみてえだぜ。おちびちゃん、一つだけ約束してくれない？これからは何があってもみんなと一緒に乗り越えるって。白義重工は君の家なんだ。ホルスさんがいなくなっても君には私や安藤にベン、家族がいるんだ。わかった、約束する。それに事実は時として真実を曇らせる。ホルスさんにはそうせざるを得ない理由があったのかもしれない。私のわがままかもしれないけど、ホルスさんの残した謎が白義重工に影を落とし続ける限り、私は答えを追い求めたいんだ。だけど今はプロトタイプを見つけるのが最優先だね。そろそろ先を急ごう。着いたぞ。白義重工が工事を請け負っていたかつての記念広場だ。おい見ろよ、モニュメントのとこに。なんだあの白くてでけえのは。つつましやかな配色、端正なシルエット、間違いない、あれがプロトタイプだよ。だけど、この奇妙な状態は一体？確かに不自然だな。まるでプロトタイプがモニュメントを支えてるようだ。ここで何があったってんだ？ベン、アンド、モニュメントの付近を調べろ。私はプロ騎士と姉貴で操縦席を見てくる。よし、よいしょ。二人とも気をつけて。プロトタイプはもう長いことホローにいる。部分的に侵食があるかもだよ。安心しな姉貴、機密性が高いからか操縦席の中は割と綺麗だぜ。これは間違いない、弾痕だ。それも一つじゃない。周りを見てくれた、狭い操縦席のあちこちに撃たれた跡がある。一体何がどうなってやがる。野鏡もここに落ちてる。至近距離で撃ったんだ。操縦席の中で激しく争ったのかも。だけど時間が経ちすぎて撃たれた人がいるかまではちょっとわからないな。コンソールの上に請求書。待てよ、これは。ベン、アンド、来てくれ。プロ騎士がとんでもねえもんを見つけた。どうしたんだ社長。これを見ろ。これはプロトタイプの引き渡し指示書。
ホルス社長のサインに金額と日付まであるぞ。会社の帳簿から消えた金額とも合致してる。日付もホルスさんが失踪した日だよ。つまりホルスさんがお金を持ち出したのはプロトタイプの費用の支払いのため。ふん、ホルスさんみてえに正義を重んじる男が持ち逃げなんてこすい真似するはずねえと思ってたぜ。この引き渡し指示書があればやっと先代の汚名を晴らせるってもんだ。待ってくれ。ということは先代がプロトタイプをここまで操縦してきたのか。先代はなぜそんなことを。その後どうやって姿を消したんだ。確かに疑問だが今はまだ結論を出せそうにねえな。だがキャビンの中には大量の弾痕があった。多分ここでは何かヤバいことがあったんだ。あいつが親父が逃げたんじゃねえならもうこの世にはいねえかもしんねえ。くそ！今になって思えばあいつが家を出る前の電話だって。見て見ぬふりをしろとでもだとか、あの中には一体何がだとか。親父のやつきっと何か危ねえことに巻き込まれちまったんだ。親父は一体何を見た。どうして誰にも言わねえで。クレタ落ち着いて、その答えはきっと見つかるよ。プロトタイプを確認したけど論理コアの外部記憶阻止は無事だった。その中に当時の映像記録があるかもしれない。プロトタイプを持ち帰ったらすぐデータの分析にかかるよ。必ずやホルスさん失踪の真相を見つけよう。そうっすよ社長、なんとかなりますって。クレタ、バイトオンはいつでも君の力になるよ。みんな、あ、そうだな。社長がこんなんでどうすんだ。よし、ひとまずプロトタイプを会社まで引っ張ってくぞ。もうちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライオーライ。負けしとき。殺せ。どんなもんや。行こう、ここにもう用はない。ああ。待たれよ、我は重大なことを忘れてはおらんか。そう、封印。我が子ホルスは我に封印を固めようと。しかし封印とは一体。
には見えないけど、すごいエーテル反応。したぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには言えない。とはいえ、人間の侵食だろう。お兄ちゃん、どうしたの？これは、一体…マジか！ハンス、フライデー、答えろ！シグナルロスト、エーテル指数増大、気をつけて！では初めてだぜ。モニュメントの中にこんな門があったなんて。まさか親父はこいつを見つけたせいで。よかった、手伝うぞ。俺がやる。セーブだ。この程度かよ。社長、任しといてください。くらえハンマー、俺らの番だ。この先立ち入り禁止。行け。続けんぞ。チビちゃんはこの程度でやられたりしないさ。みんな目の前の化け物に集中するんだ。熱あるところに光あり。
ねえねえお兄ちゃん、誰が来たと思う？よう、プロ騎士。クレタ、体はもう大丈夫なのか？心配すんなって。どれも大した怪我じゃねえし、もうほとんど元通りだ。なんともねえっつってんのに、姉貴も安藤たちもエーテルの侵食がどうのって聞かなくてな。おかげで検査をはしごする羽目になっちまった。みんなが心配するのも当然だよ。あんたはプロトタイプを操縦して長時間、それも至近距離で怪物と戦ってたんだから、あの怪物が人体に悪影響を及ぼさないって保証はまだどこにもないんだよ。ま
言われてみりゃそうだけどよ。そうだクレタ、あの怪物とプロトタイプについてだけど、その後実を言うと今日はその話をしに来たんだ。まずあのバケモンについてだが、今朝治安局から電話があった。技術的な準備が整い次第すぐに残骸の回収作業に取り掛かるとよ。そっか、よかったね。残骸はかなり特殊そうだったから治安局も結構時間がかかるのかなって思ってたけど。ああ、これも全部現場に足を運んでくれた治安官の姉ちゃんのおかげだ。とはいえ治安局がバケモンについて調べてるのをただ待ってるわけにもいかねえ。パエトーン、こいつを託してもいいか。このチップのようなものが前にプロトタイプから取り出したって言ってた論理コアの外部記憶素子だね。そうだ、親父はあのバケモンがモニュメントに隠れてることに気づいてた。だからプロトタイプを操縦してぶっ倒そうとしたんだ。この記憶素子の中には当時に関する手がかりがあるかもしれねえ。けど親父の野郎、こいつを特殊な暗号化でプロテクトしてやがんだ。うちらじゃデータの読み出しはできねえ。悪いが手伝ってくれるか。水臭いな、もっと私たちを頼ってよクレタ。それに私たちも訳あってあの怪物が気になってたんだよね。絶対に中のデータを解読してみせるよ、安心して。わかった、それじゃあ記憶素子はお前らに託したからな。これから仕入れ業者と打ち合わせなんだ。ぼちぼちおいとまするぜ。バイバイクレタ、工事が順調にいくといいね。ああ、私もお前らの朗報を待ってるからな。あの子、初めて会った時から随分雰囲気が変わったよね。今のクレタは前にも増して頼れる社長って感じ。でも、ほんと予想外の連続だったね。シンプルな依頼かと思ったら、白銀重工の過去を掘り起こす羽目になって。おまけに、謎の怪物まで出てきちゃうんだからさ。そういえばお兄ちゃん、怪物がエネルギーを放出した時、目に変な感じがしたって言ったよね。一瞬だったけど、確かに目に違和感があったような。あの怪物の裏には絶対に何かあると思うんだ。私たちが追い続けてるあの件の真相もそこにあるかもしれないよ。とにかく残骸は一旦治安局に任せよ。私たちの仕事はなんとか記憶素子に入ってる情報を解読することだね。フェアリー、解読方法について何かアドバイスはあるかい？マスター、私の最大の取り柄は情報収集および分析です。現時点で最もリーズナブルかつ成功率の高いプランを選出しました。それはインターネットで
レインと名乗るハッカーに協力を求めることです。履歴を参照する限り、この人物ならマスターの要望に合致しているかと。またレインはジャトヤのニコともビジネス上の取引を行っています。レイン？お兄ちゃん、私聞いたことあるよ。システムやデータをクラッキングする腕前ならインターネットでもピカイチだって。それにニコの知り合いなら話が早いね。人を紹介してくれたらツケを帳消しにしてあげるなんて言ったらきっと飛びついてくるよ。